なんよ、なんかさ全部見ないとさある程度のなんか後半な知識がなったと楽しめないじゃん。どれから見たらいいかわかんないしさ、見る気が起きへんのよな。そうだよな。これに関してはちょっと俺一回もね答えを出してまして、アベンジャーズ、アベンジャーズエイジオブウルトロン、アベンジャーズインフィニティウォー、アベンジャーズエンドゲーム、この4つを見とけばもうとりあえずマーベル作品を見た感があるんよな。うん、アベンジャーズインフィニティウォーとアベンジャーズエンドゲームだけ見てもギリギリなんとかわかる。なんかセリフとかをじっくり聞いてると、あ、これちゃんとわからん人でもふわっとはわかるようになっとるわっていうのが発見したよな。だからもう時間がマジでないけどマーベル作品ちょっと見た予感を出したいんやったらインフィニティウォーとエンドゲーム2つだけ。あ、でもそうか、あれアマプラとかネットフリックスないもんな、アベンジャーズって。ディズニープラスに入ればね、全部無料なんや。ディズニープラスな。いや、もうディズニープラスね。いや、俺一時期入ってたんやけどね。あ、でも一時期入ってた人ほど、今の映画の量に多分びっくりすると思う。もうね、今マジで、そう、ジャンルめちゃくちゃ広がってる。アマプラとさ、ネットフリックスでもうびっくりしちゃってんのよ。もうびっくりしちゃってさ、そっち消化できないからさ、これ以上もうなんか食卓に並ばないわけよ。まあ、てかあれかてか、なんかディズニープラスこれなんかタイトルがさディズニープラスやからなんかすげえなんか対象年齢6歳みたいなイメージあるけどさ、これ今さ作品集みたいな結構すごいな今ね、マジですごい。それこそそうスターウォーズとかは、ディズニー参加やから、ね、ナショナルジオグラフィックあるやん。ナショジオ好きやけどな。だってあれだよ、タイタニックとかもあるよ。まあ最近ので言うとキングスマンとか。ん、キングスマン、キングスマン。あ、そう、意外やろ。あれってディズニー資本なの？ディズニー資本らしい。俺もその辺詳しく分かってないんだけど、うん、実は、これすごいな。ボヘミアン・ラプソディとか、フリーガンとか。確かに確かに、すげえわ、すげえわ。そう、まあ、昔のやと、ファイトクラブとか。デプールとかも。ファイトクラブもな。ある。グレッショとかも、グレーテストショーマンとかもある。なんかな、そのディズニープラスとは銘打ちつつも、そのディズニーがメインなだけであって他の映画もいっぱいあるアマプラみたいなもんなんかな結局は。これちょっとネーミング いやそうね、ネーミングがなんかディズニー、いやなんかマジで俺がディズニープラス見た時にあったのはそのスターウォーズ、アナ雪モアナオラフみたいな感じ。そう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 、いやそうそうそう、だからディズニー映画ミュージカルみたいな感じだったから。そう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 、ガチでディズニーだけやったからね。でも確かに今作品集みたいなすごいな。そうなんよ、俺なんならもうネットフリックス限定とかアマプラ限定見ないんだったらディズニープラス1本の方がよっぽど使いやすいんじゃねって最近思ってるもん。